こんにちは、サラです。はい、ということで今回もやってまいりましたシーンのルックブック、今回はですね、視聴者さんにインスタで募集した私に似合う服紹介していきたいと思います。であと自分も気になってね、買った服とかもありますので、そちらも紹介していきます。でシーンって服だけじゃなくて雑貨もいっぱいあるので、本当に一生見ちゃいますね。もう実際自分のクーポンで私3回ぐらい頼んでて、なんかカバンとかピアスとか、まあ、服ももちろんなんですけど、で今回もクーポンをね発行していただいておりますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、そしたらまずこちらの花柄ワンピースですね。サラちゃん、いつも YouTube を楽しく拝見しています。ありがとうございます。サラダ夫婦の雰囲気がすごく憧れです。ありがとうございます。シーンの企画に参加させていただきます。この服を選んだ理由は2つあり、サラさんに似合いそうと思ったのと、自分も着てみたいけど実際にどういうシルエットなのかを見てみたいからです。よろしくお願いします。任せてください。でこちらのまずスマホケース最初に服の紹介じゃないんかいって感じなんですけど、このスマホケース可愛くないですか。猫ちゃんバチバチプリクラ写真みたいな。こちら着ていきます。はい、こちら M サイズです。いいんじゃない、ヒール履いたら良さそう。え、いいぞ。夏の土手とか川沿いデートで、私このパフスリーブがすごい苦手なんですけど、横に広がってるタイプなのでこうじゃないのでいけます。リボンを後ろに結んでも良さそうですね、これは。はい、お次、こんにちは。このようなザ・韓国ファッションで韓国コスメ縛りの韓国メイクをしてほしいです。ごめんなさい、韓国縛りメイクはしてないんですけど、ちょっと韓国っぽいセットアップね買ってきました。 T シャツを着ます。じゃーん、かわいい宇宙猫。これでわ、ショートパンツ履くの久々なんだが、これはね、私も挑戦してみたくて買ってみましたよ。ちょっと届いてそのまま着てるのでシワがね気になるかもしれないんですけど、気にしないでください。これ絶対でもアイロンしたら綺麗になるやつこうやってラジオ体操してそうまあこれを着たらどういいかな。おっ、もなんか若返った。若いな、ギリギリって感じでも長ズボン履いたらこの上かわいいよね。あとこの T シャツの色味とめっちゃ合ってる。でこれは単純に自分が気になって買った染められたトップスなんですけど、これ着てみたいと思います。はい、こんな感じ。あ、これもいい、なんか色のトーンが合ってる。あとね、意外とへそ見えないから良いです。あとあれだね、下が長ズボンだったらもっと良さそう。はい、そして次こちら、視聴者さんから送っていただいたメッセージがね、小さすぎるバッグが気になりすぎます。絶対こう私に似合うと思っておすすめしてないでしょ、これ。自分が気になるからと言って試させてる。でもこれ450円です。出す。謎にこの、何レザーみたいな、この紐のしなりがめちゃくちゃいい。節分の豆しか多分入らない。でもリアルに、あれですね、エアポッツ入れですね。おそらく。小銭も入りそう。小学生のお使いにいいかもしれない。はい、そして次こちら。このトップスがね、似合うんじゃないかということで、画像を送っていただきました。ありがとうございます。これかわいい。透け感があって、夏にぴったりですね。で、こちらが M サイズになります。スカートも M サイズです。わ、サイズぴったりぴったり。うわ、いい。え？いいよ。ちょっとインナー黒だから浮いてるけど。いいよ、これ。しかも、生地が厚いから、お尻のパンツが浮かない。このスリットもいい感じ。ヒール履いたら絶対可愛いやつ。カバンがこちらなんですけど、高見え感、えぐくない？これ。このスカーフがね、もともともう編み込まれてて、めちゃくちゃ可愛い。これでなんと、1968円。安い！完成！いいね。今、一番短くしてみました。あらまあ。
このバッグも可愛すぎる。素晴らしい。でこれも取り外せるんで、取り外したと想定してサイズ感もちょうどいい。 T シャツをね大量に買ったので、こちら着ていきます。これはね個人的に気になって買ったやつ。子猫たちがいて可愛い。え、いい。カジュアルめに行きたいときいいですね。しかも涼しい。はい、そしてこちらです。全然わからない、全然関心がない T シャツ。これもなんかね、画像だけこう DM でポッポッポッって送ってきてる人が何名かいらしたので、結構これもリクエストが多かったやつです。かわいい。あの YouTube の撮影にいいですね。やっぱスウォッチするとき長袖だとついちゃうし、白いやつがこう汚れちゃうので、これ YouTube で使います。はい、そしてこれ、これもね結構リクエスト多かった。こちら876円で、今回買った T シャツは全部 M サイズです。カッパ、キュウリをありがとう。サンクスポーツはキューカンバー。アニメ調の T シャツです。これはもう YouTube 行き確定で、これはちょっと私が一目惚れして買ってしまった。かわいいクマちゃんグミのめっちゃリアルなヘアアクセ。ちょっと今仮でつけてるから適当なんですけど、で、かわいい。これ買うべき。はい、で、この上がさっきおすすめしていただいたやつで、このワンピースみたいなやつがおすすめされた関連で見てって気になったやつ。あ、町の娘役 A でちょっと夏帽子欲しいなと思って買ってみました。あのもっとねこう長い麦わら帽子を持ってるんですけど、日常使いできそうだなと思って。こちらかわいい。でワイヤーが入ってるので調節もできる。ちょっとあれじゃん、バラ園に来た人。はい、次こちら、ちょっとこう海辺で着る服が欲しいなと思って青いワンピースを買ってみました。でもこれシルエットも着る前からいいよ。もう当てるだけで似合うって感じ。あれば形良すぎ。え、可愛くないか。で、カバンがこちらのストローバッグ。で、そこに厚紙みたいなのが引いてあって、ちょっと重いものも入れやすそうな感じで、これはこうやってかけてもいいし、斜め掛けできる長さで、さらにこちらのさっきのかぶった、うわ完成。うわで、これワンピース S サイズ買ったんですけど、私の身長が163ぐらいなので、丈感が S サイズでちょうどいい感じ。背中のリボンを結び直したんですけど、こんな感じで。次こちらですね。こちらメッセージあります。いつもサラちゃんの動画を参考にコスメとか買ったりしてます。このワンピースを着たサラちゃんが見たくて送っちゃいました。あんまいつもありがとうございます。これはちょっとおすすめしてもらわないと絶対買わないタイプのやつなんですけど、ちょっと似合いそうって言われたので思い切って買ってみました。え、長い、めっちゃ長いし、なんか肩がで、ウエストリボンがついてますね。この刺繍すごくない？こんな細かい刺繍がついてて、これで5500円ぐらい。あ、でもなんかなんとなく似合ってる。ディズニーにいそう。え、可愛くない？ちょっと日常は使えないけど、なんか企画で使えそう。あ、宝塚メイクいけるじゃん。はい、そしたら次、一番リクエストが多かった服こちらです。おかしいだろ、似合う服って聞いてんのに。重量が半端じゃなくて、なんか今までの着た服全部の重量みたいな、そんぐらい重い。ちなみにこれ7200円ぐらいで XS サイズです。はい、着てみました。完全にプリンセスじゃんこれ。
美女と野獣みたいな。これ赤と緑とこのブルーがあったんですけど、めっちゃ迷ってこれにしました。どうしようこれ、何使おうね。布の量が半端ない、超贅沢な作り。見えてた？いや全然見えなかった。はい、ということでいかがでしたでしょうか。最後まで見てくれた皆さんにクーポンコードをお知らせしたいと思います。クーポンコードはサラ2022です。またかって思われてるけど、またサラ2022でございます。私もこのクーポンコード3回使っておりますが、また自分で使って買いたいと思います。で、5999円までが 15% オフで、まあ、これでも十分安いんですけど、6000円以上でなんと 20% オフになっちゃいます。で、このクーポンは今日から9月末まで使えますので、ぜひ皆さん使ってみてくださいませ。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラリルでした。